漢字でいこう。カジュアルモード、ね、ということで一通りのジャンルは終わりましたので、バラエティと鬼バラエティね、行ってみましょう。まずはバラエティから、いくぞー。さあどれぐらいの問題が出るのか。夕暮れ、黄昏、ね、夕暮れ時、黄昏時、誰彼、解く、ね、みんな解いてあげましょう。見たらいい嘘つけ、お手洗いだよ、ね、普通に手洗いだったね。なんで大つけた、わざわざ。意外にね、時間短いから遊んじゃうと大変なことになっちゃう。贈答品、アマゾンかな、そういうイメージ。なんで贈答品イコールアマゾンや。跡形もない。弱冠、弱冠か、普通に若干って漢字で書かないでね、わざわざ。だからボーナスで、ボーナスは特に意味がないらしい。間違ってみようか。株が上がる、評価が上がるだけど、わざと間違ってみよう。これで残機減ったら面白いなって思う。知ってる、知ってる。現状意味ないらしいんだけど、あ、残機も減らなかった。これでさ、間違ったら残機が減るだけだったらただのクソだよなって思ったんだけど、本当に意味ないんだ、にぎやかしなんだ。恋敵、ダチン、ダチン、おダチン、おダチンで1万円ぐらいもらえるとね。なんていうか普通だな難易度が。ハードのステージ2ぐらいの問題がずっと出てる感じだな。最後だけは難しいだろ、さすがに。ユム、ユム、トリアリウユ、なんとかにキス。ヒントもらわないとこれわからなそうなんで見ます。跡形もなく火災、鳥湯、灯油、なんだろう、3文字だ。なんとかにキス、まあぶっちゃけわからない。無人、火炎、さらち、うやむや、でも3文字だしね。あうゆ、うゆ、うゆ、まあ分からんね、これはもう失敗ですね。うゆ、無理やり3文字にしたダメだ、こんなまま答えれたとは言わん。でもまあこれぐらいの難易度の方がちょうどいいかもね。ハードよりちょっと簡単なイメージだね。あと序盤の簡単なのがないんで、ちょうどいいと言ったらちょうどいいかもしれない。いやー、問題、夕暮れ、徳、手洗い、贈答品、跡形ね、弱冠で若干、ね、恋がたき、恋がたき、当てもなく今、おだちん、ね、おだちんってさ、結構偉い人のさ、お使いするとさ、半端ない金額のおだちんもらえたりするよね。ウーバーイーツもね、まあ、ウーバーさんにおだちん当ててるようなみたいな。
なんていうか英語に直すとチップってイメージなんだよな。親睦会、そしてウユウユとしか読めなかったのを無理やり1文字増やしてみただけだからね、うん、まあぶっちゃけ知らない言葉なんで偶然です、しょうがないね、うん、はい、ということでまあちょうどいいぐらいの難易度かな。最後の問題だけ結構難しそうな感じで、まあ、これだったらただハードでもいいんじゃないかっていうのはあるんで、まあまあその時の気分で選んでどうぞといった感じです。